て合わない。窓のない部屋で動物が一匹、ドアノブが壊れかけていて、触れたら最後取れてしまいそうだ。このくらい寒い方がいい。本当の震えに気づかないで済む。不愉快も不自由もない、その逆も初めからない。例えば笑ってみろよ、こっちもひたすら笑えるくれた。僕には少し眩しすぎた。はい、どうもこんにちは、こんばんは、リリーです。今回もワンショットやっていきましょう。リページ2ですね。今回はニコちゃんは夢見なかったので、この画面からスタートになります。遺跡の奥を進めばいいのかな。ですね、多分。ちょっと待って、この子に話しかけようかな。大きなロボットは四角形に囲まれていた。ああ、私には助けようがありません。奥の廃墟へと進んで構いません。わかった。じゃないね、こっちか。通れなくなったかな。まっすぐ進むしかないか。こっちはお花のお姉さんいたよね、確か。救世主さん、私に会うためにわざわざ。何、お姉さんどうしたの。待って、集中しなきゃ。島が崩壊してしまう。私がどうにかしないと。だからツタを。お姉さんがツタの。だからそこら中にツタがあるんだね。もしかして大地がバラバラにならないように。そうよ、私の力ではこれが限界。それって太陽を置いていった方がいい。見たいって言ってたから。それはいいわね。でもダメなの。太陽は私を癒してくれる。でもね、それがストレスが必要なの。恐怖が必要なの。私を強くしてくれる。ツタが早く成長してくれる。でも安らぎを得るとツタが後退してしまうかもしれない。みんな危険にさらされてるの、救世主さん。村人たちや子供たち、私の最後の時間を無駄にしてはいけないの。みんな生きなきゃダメ。少しでも、一日でも長く。行きましょうか。こっちだったよね。なんだっけ、名前忘れちゃった。脳も人間、
この近くに子供が2人住んでます。あの子たちに会いに。道が塞がってる。ブロックでブロックされてる。これ覚えてるかも。こんな簡単だったんだね。足すっごく痛い。入り口が、いつか家がなくなるのは分かってたけど、まさかこんな早く。わ、大丈夫？うっそ。もしかして君、救世主か？あえて光栄だ。です。です。中に入れてあげたいんだが、俺たちの家は見ての通りさ。四角いのがたくさん。そう、アルーラ、ありがとう。それ、いろんなところに広がってるんだよね。ん？四角形のこと、前よりもずっとずっと増えてる。避難所へのゲートも壊されちゃってる。前回はそんなこと起きなかったのに。前回？なんでもない。もうちょっとで行っちゃいそうだったよ、リリー。もう一回自己紹介した方がいいよね。ミーの名前はニコ。ニコ。いやいや、名前で呼ぶなんて君に失礼じゃないか。そんなことないよ、カラムス。そうだ、カラムスだ。アルーラとカラムス。どうして俺の名前を？またやっちゃった。救世主はいろんなことを知ってるのよ、カラムス。ねえ。そうなの。賢者。それで何の話だっけ？ゲートのこと。そうだった。古いゲートから町に入れなくなっちゃったみたいで。あの町に入るための他の道って知らない？ミーの記憶だと、じゃなくて、噂だとこの近くに秘密の通路があるって聞いたんだ。なあ。埋葬地に行く通路のことかな。そう、それ。なあ、でも、ちゃんと通れるかわからないな。ずっと前から浸水してて、ボートもないし、そもそも埋葬地は、町からすっごく離れてるし。大丈夫、それでも見てみたい。もう道がそこしかないから。わかった、それなら、ついてきて。これで、日記の出番か。こっちだね。こっちだっけ？こっちだね。ちょっと待って。こっちなんもなかったよね。なんもないね。うん。ニコ。ニコ、どうしたの？気絶しちゃうかと思ったぞ。これ前にもあったんだ。そうなのか。不毛の地にいた時もその、こんな感じで何か見えたんだ。夢みたいな感じ。一瞬で終わっちゃう夢。原始みたいだな。預言者が見るようなもの。預言者が見るようなさ。そうなのかな。ロボットのお姉さんもそんなこと言ってた気がするけど。もしかして、ちょっと待ってね。だね。あ、やっぱり。え？不毛の地で原始を見たときにね、この本が光り出したんだ。だからまた光らないかなって思って見てみたんだけど、そしたら、その本どこで見つけたの？この世界で目が覚めたときにはもう持ってたよ。友達が持ってる本ととても似てる。ピカピカしてないけど、あのお姉さんも同じこと言ってた。リリー、この部屋で日記を使って何かできないか試してみようよ。いつの間にかいろいろなくなってるね。これか。こう。違う、これだ。よし。
わあ、この船どうやってここに。やっぱりこの日記のおかげだったんだね。不毛の地でも同じことが起きたんだ。嘘だろ。日記が光り始めたから中を見てみたんだよ。そしたらミーがいた部屋とそっくりな部屋を見つけて、それでトロッコがパッて現れたんだ。怖いな。怖くなんかないわ。きっとリリーが何かしたのよ。いやいや、それでも。あ、この船使おうよ。埋葬地でまた お母さんに会えるよ。でも、ほら、行こうカラムス。ニコとリリーも一緒にいるんだから。まあ、リリーがボートを出現されせたんなら、きっと安全か。リリーはどう思う？レッツゴー。カラムスが先頭なのね。今回のサムネはここかな。綺麗だね。着いた。さあルーラ、お参りに行こう。うん。とりあえずアルーラちゃんとかについていこうか。これがお母さんの墓さ。そうなんだ。もう何年も経つけど、まだ辛いものは辛いな。はあ。アルーラ、母さんにあげる花を摘むの後で手伝ってくれないか。うん。母さん、今日何があったと思う？今日はね、救世主様と会ってね。やっほーニコ、こんばんは。今、この子たちに話しかけるのは野暮ですね。ごめんなさい。セドリックかな、この人が。君は、ミーの名前はニコ。なあ、やっと会えた。すごく嬉しいよ。あ、いや。ようやくお会いできてとても光栄です、ニコさん。僕の名前はセドリック。あ、ミーも君のことを見つけなきゃいけなかったんだ。承知しています。先ほどプロトタイプから連絡がありました。あなたがもうすぐ町に現れると。そうなの。記憶が修復された後メッセージを送ってきたんです。町で待つように言われたんですが、僕が拾いに行った方が早いかと思いまして、結果的に言うと愚策でしたが、ミーたちを拾いに。もしかしてあの飛行機を操縦できるの？飛行機とは、あの後ろにあるやつ。なあ、空飛ぶ機械のことですか。ミーな世界だと飛行機って言われてるんだ。なるほど。他の世界にもあったなんて知りませんでした。なあ、じゃあカラムスとアルーラの言ってたお友達って君のこと？二人が言ってた空飛ぶ機械ってもしかしてあれなのかな。カラムスやアルーラという名前の人は知りません。おそらく父の知り合いなんだと思います。以前のシミュレートでそのお父さん、この空飛ぶ機械はもともとは父が所有していたんです。中でもこれは屈指の発明品でしょうね。君のお父さんが飛行機を発明したの？空飛ぶ機械です。どっちにしてもすごいよ。ありがとうございます。先ほどの質問ですが、僕は機械の操縦が得意なんです。しかし先ほど空中を飛んでいたらエンジンに何やらおかしなことが起きまして、町の壁に衝突してしまう前にこの小さな島に緊急着陸しなくてはいけませんでした。衝突しそうになったの？大変だったね。確かにいい気分ではありませんでしたね。
このエンジントラブル、四角形粒子のによる阻害と何か関係してるんでしょうか。チェックしてみたんですが、機械の中に四角形は一つもありませんでした。しかし峡谷にある島々が悲惨な状況にあることは確かです。そうだね。はあ、最初からプロトの言うことを聞いていればよかった。そういえば彼は今どこに、あなたと一緒にやってくると聞きましたが、まだ本島にいるんですか。不毛の地でプロトは洞窟が崩れて、そしたら四角形がたくさん現れて、プロトとロボットのお姉さんが逃げ切れなかった。そんな、これをもらったんだ。頭から取り出したディスク。ああ、本当によかった。メインドライブをあなたに渡したんですね。これさえあれば彼を復元することはできるはずです。本当？大変な作業ですが可能です。大型ドアには人手が3人ほど必要になります。大型、しかしまずは町へとつながる道を探さないといけませんね。そうだね。ゲートはもうダメみたいだし、この機械が置けば町までひとっ飛びなんですが、故障の原因を突き止めたのですが、手持ちのピンで修理できないんです。どこが壊れてるの？エンジンのバッテリーが切れていて、さらにエンジン用の歯車もいくつか交換が必要なんです。ミニとリリーでその部品を探せばなんとか直せる、おそらく。ただ問題は峡谷がそこまでハイテクな地域ではないということです。ですからここで専用部品が見つかるとはあまり思えません。とにかく探してみる。他にできることもなさそうだし。ちょっとあんまり気は乗らないですが、この子らにも話を聞いてみましょうか。バッテリーってどこを探せばあるかな。そうだな、峡谷だと電気はあまり使わないんだ。そうなんだ。なあ、でも研究所にはロボットがいたな。彼なら知ってるかも。わかった、ありがとう。歯車ってどこに行けば見つかるかな。歯車で何？歯がついた鉄の輪っかみたいなやつ。輪っかに歯がついてるの？あはは、変なの。マグパイなら持ってそうね。マグパイ？ほら、商人さんのこと。面白いものたくさん持ってるよ。割れたガラスとかよくわかんないものがいっぱい。あ、誰のことかわかったかも。ほんと変な人よ。こっからあっちの方まで行けんのかな？見てみますか？こっちか。とりあえず戻ってみるか。うん、ここはお墓以外何もなさそうだしな。待って、マグパイはあれだ、 T シャツもらった人だ。でバッテリーは研究所ね。 OK、 あれだ、水の試薬をもらったところだ。1周目も調べた気がすんな。そうだ、お姉さんのとこ行ってみようかな。なんかフラグ立ってないかな。あ、てかこっちじゃない。気づくのが遅すぎる。
子供たちにカラムスとアラメカラムスとアルーラちゃんに会う前に会いに行ったんだから、会いに行ったとも会いに行かないとな。こんばんは。ちょっと聞きたいことがあって。どうしたの？渓谷にある橋がみんな壊されちゃってるみたいで。そうね、橋、旅のために渡らなきゃいけないものね。そう、橋を直してあげましょうか。うん、できるの？難しい。橋は水の上にとても限られた場所にあるから、正確な場所は使わないと、スター強いものをとても大変。そう、でも可能だわ。だって最後の力まで使い切るって誓ったもの。後ろに下がってくれる？何が起きたの？ねえ、大丈夫？お姉さん。うん。2週目はニコちゃんに嫌なものばかり見せてるな、俺。ごめんな、ニコちゃん。これで渡れるようになったんだろうな。うん、渡れるようになってるね。じゃあここから近いな、まず研究所かな。うん、こっちは渡れないね。スタが突然この橋を覆い始めました。まるで橋を修理してるようか、しているかのように。うん、どうも人間、研究施設には現在技術的問題が発生しています。そうみたいだね。この道の途中にあった橋すらシルバーポイント博士からの指示で来たのですか？違うよ。ではそのままどうぞ。あの空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこを探せばあるかな？知りません。わかった。空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこを探せばあるかな。バッテリーでしたら私のシステムに組み込まれています。他の機械の電源としては使用できません。そっか。空飛ぶ機械とは。気にしないで。ツイッターのハッシュタグ見て空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこを探せばあるかな。電力質は確認しましたか？異常現象が増加しています。うん、こっちは渡れないね。ってことはこの中。どうも人間、これが峡谷の使用発電機です。こんばんは。空飛ぶ機械に使うバッテリーってどこを探せばあるかな。一応緊急事態なんだけど、空飛ぶ機械が何なのか私には分かりません。ですがいかなる大型電子機器にも大容量の電池は必要です。例えばこの建物にある発電機にもそのような装置を使用しています。忘れるところだったよ。そういえば、不毛の地で何かのバッテリーを直さなかったっけ、リリー。直しました。生命体に関わる緊急事態なのであれば、この発電機のバッテリーを使用してください。でもそのバッテリーを使っちゃったら、君たちの電力がなくなっちゃうんじゃ。ミーとリリーで他のを探すよ。それは不可能です。強国区域で単独ユニットとして使用できるだけの電力があるバッテリーはこれだけです。危機的状況ならなすべきことをするのです。うん、もうこれは取り外すしかなさそうだね、リリー。もしかして組み込んじゃったかな。不毛の地で組み込んじゃった可能性があるな。
前回の行動をよく覚えてねえんだよな俺。トラベルで森かな。あ、ゲートだ。ゲートまで戻ろう。で、集落だっけ、集落か、集落で合ってるかな、は上だね、確かね。森へとつながる橋が急に直ったんだ。ここなら村の遭難者たちもいい釣り場が見つけられるはずだ。なあ、やっぱ村でいいんだ。植物の精霊は本当に俺たちのことを見守ってくれているんだな。うん、植物のお姉さんは死んじゃったけどね。スタがそれを食い止めようとしてるように見える。うん、ママがね、みんなのご飯を作ってるの。私もお魚を捕まえる手伝いしたいけど、まだ大人じゃないから。はあ、僕たちももう長くは持たないんだろ。太陽じゃ四角形は直せない。太陽なんかじゃ大地は修復できない。商人さんだよね。そうさ、物々交換をしに来たのか。もしそうならちょっと悪い知らせがあってな。俺の商品みんな荷車に入れてあるんだけど、残念なことに命がけで逃げるときにみんな浮いてきちまった。だもんで今の品揃えはかなり限られてる。お気に入りのものを何とか持ってこれたんだけどな。そうだな、うん、あの歯車みたいなものってある。歯車、あの鉄でできてて丸っこいやつか。多分ないと思うけど。待てよ、ネジを巻いて音を鳴らす箱ならあるぜ。オルゴールだ。そう、それ。その中に金属の部品なら山ほど入ってるはずだぜ。それならいけるかも。でもこれを手放すのか。俺のお気に入りなんだよな。うう。いやいや、俺は何言ってるんだ。あんたは救世主じゃないか。最近ここじゃろくなことが起きない。ここであんたを助けなかったら寿命がさらに縮まりそうだからな。世界を救うために必要なんだろう。ほら、持ってきな。ありがとう。大谷さん、いい薬です。よし。ここだね。埋葬地。バッテリー見つけたよ。なあ、よかった。正直言ってあまり期待してませんでした。島にある発電機から取ってきたんだ。研究所のことですか。うん、あそこにいるロボットの動力になったからちょっと悪いことしちゃった。ああ、後でいつでも返せますよ。そうだね、エンジンを直すにはまだいくつか歯車が足りません。どうにか見つけていただけませんか。オルゴールを見つけたよ。これに入ってる歯車は使えるよね。おそらく使えますが、しかしこのオルゴール、父が作ったものとそっくりですね。君のお父さんオルゴールも作ってるの。僕の父は本当にいろんなものを作ってるんです。ところでこれはどこで見つけたんですか。村の商人さんからもらったんだ。なるほど、そういえば昔ここの住民と貿易していたと父が言っていました。あの方は世界中を旅するのが大好きでしたから。あれがあったのにもかかわらず。なあ、いや、すいません、こっちの話です。これに入ってる歯車はどうやらエンジンとも合うようですね。分解するのは少し骨が折れますが。あ、ごめんなさい。いえ、ようやくこれで空飛ぶ機械が動きそうです。あとは部品を組み立てるだけですが、少し時間がかかるかもしれません。付き合ってもらえますか。どう？順調とは言えませんね。バッテリーの接続端子がこのエンジン用に設計されてないので、ポートをいくつか差し替える必要があります。あとこのボルトがいつも引っかかって。そっか、心配しないでください。作業は着々と進んでいますから。今夜中には町に行けるはずです。それならいいんだけど、町に着いたらどうなるのかな。
まずはプロトを復元しなければしないといけませんね。それからあともう一人見つけないと。彼女とはすでに会ったことがあるかもしれませんね。この世界に前回いた時のことを覚えていませんか？その子はどんな人？変に思われるかもしれませんが、キツネです。あ、そこで回収するのね、あの子ね。あ、そういえばやっぱりどこかでキツネと喋ったのを覚えてる。ルエに会ったんですか？まだ記憶がぼやけちゃってるけど、なるほど。はあ、これ結構辛いんだよ。プロトにはこの世界を夢のようなものだと考えればいいって言われた。だけど頭がぐちゃぐちゃになっちゃって、それで何か忘れちゃう感じがして、ここにある何もかもが現実じゃないってことも忘れそうになって、その後思い出すんだ。そうするとすごく悲しい気持ちになって、ミーが家に帰るためだって分かってるのに、最初から全部どうでもいいことだったんだって思うと、ミーはただ何の意味もなくここに囚われ続けてるの。プロトはこのことを誰にも聞いちゃいけないとも言っていた。この世界の人には理解できないって。でもプロトはどうやって知ったの？君はどうして知ってるの？みんなコードで作られてるんじゃないの？何を信じればいいのかもわかんない。ルエがここにいれば、彼女はこういうことを説明するのがとても上手でしたから、僕には全く向いていないんです。プロトだったらさらに点が効かなかったでしょうし、無神経に聞こえるかもしれませんが、どうか何が現実なのかと悩み続けるのはやめてくれませんか。今だけは計画はすでに進行中です。他のことに気を取られてはいけません。父やこの世界における最後のセッションに全てを注ぎ込んでいます。あらゆることを正す最後のチャンスなんです。君のお父さんはワールドマシンに関わってるの？まあそうとも言えます。とはいえ、四角形粒子の異常現象が加速したことについては全く説明がついていません。あのパッチは通常の出現率に適応するために作られたんです。なのに奴らは恐ろしい速度で増殖を繰り返し始めた。プロトは体までも失ってしまった。幸いギリギリのところであなたにディスクを渡せたようですが、プロトはどうなっちゃったの？他の人は、四角形に捕まった人たちはどうなっちゃうの？良くないことが起きるってことしかミーには分からない。シミュレーションの仕組みは知っていますね。みんなコードでできてるってこと。具体的に言えば、あらゆるものは既存のコードから生成されています。四角形はそのコードにダメージを与えてしまうんです。ほとんどの場合修復できません。父さんは以前のシミュレーションで数々の友人を失ってしまった。現在のようなさらに安定したバージョンの開発に父や人生の全てを費やしました。それってまるで君のお父さんがシミュレーションを作ったみたいな言い方だね。もしかしてそうなの？はい。でもどうやって、この世界にいる人たちみんなコードなら、どうやって自分自身を作ったの？それは、厳密に言うとそうじゃないんです。じゃあどういうこと？先ほども言いましたが、今はあまり気にしない方がいいと。わかりましたから。プロトタイプから昔の世界について何か聞いていますか？昔の世界にいた救世主を迎えるために僕は作られたって言ってた。その時は他のことでいっぱいいっぱいだったからあまり気にしてなかった。ああ、一応知ってはいるんですね。わかりました。それではお話しします。僕の父と僕と、そしてあの二人は全員シミュレーションの一部ではないんです。僕たちの世界、現実の世界はずっと前に破壊されてしまいました。大惨事が起きるまでの数年間、世界中の科学者たちはそれを食い止めようと必死でしたが、その展望は絶望的でした。
別の世界から救世主が訪れるという謎めいた予言が最後の希望の砦となりました。予言者ロボ、いやプロトタイプはその救世主に関する情報を予言するために作られたんです。しかしその予言は救世主が間に合うことはないだろうというものでした。救世主は僕たちの世界が終わるまでに誕生してすらもいなかったんです。みんな絶望し、多くが研究をやめ、余生を平和に生きようと決心しました。しかしそうしなかった者もいました。世界を救うことが不可能でも、自分たちの存在を無意なものにしたくなかったんです。そしてその中に父がいました。すべての資源を使って、父はかつてないほど大掛かりなプロジェクトを立てました。ワールドマシン、大規模かつ精密な旧世界の複製物。父の知人全員から集めた記憶の海によって作り上げられました。気が遠くなるほどの改良とシナリオ追加作業のおかげで、父はその構造全体を高度に置き換えることに成功しました。そのコードはどうやって前の世界を抜け出したの？さあ、全くわかりません。僕が知ってるのは、独立してコードを実行できるほどの強力な機器が僕の世界にはなかったということだけです。ですので、標準的なハードウェアの他に、生きている人間の精神処理能力も借りる必要があったんです。初期の段階で父は自分自身を利用しました。先ほども言ったように、十分に安定するまでかなりのシミュレートを要しました。しかし見ての通り、それでも崩壊は続いています。そうなんだ。父は最後の最後で問題を突き止めましたが、修復するには時間が足りませんでした。世界が終焉を迎えた後、コードはただ永久に無の空間を浮遊する存在となってしまいました。自らのハードウェアにインストールしてくれる実行者を待ち続ける存在に。リリーのこと？そうです。実行者は、リリーは、その後、コードを使って宇宙を生成し、その過程で神となりました。じゃあ、力を貸してくれる生きた人っていうのは、リリーのことだったの？わかりませんか？それはあなたのことです。どうしてミーなの？わかりません。とにかくもう急がないと。修理が終わりました。準備ができているのなら5分後には出発できます。わかった。混乱するのも無理はありません。でもお願いです。頑張って理解してください。父はみんなを助けるためにこうしているんです。君もその中に入ってるんですよ、ニコ。君が故郷に帰れないことは、父だって心を痛めてるはずです。だから、父にとってこの世界はとても大切なものなんですよ。それでこれはどうやって飛ぶの？おや、この機械は君の世界にもあるのでは？あとはもう知ってるものだと。そういうわけじゃ、聞いたことがあるだけだよ。それにこれよりもっと大きかったし。ああ、まず空へ飛ぶ前に注意しておきますが、パニックを起こさないでくださいね。慣れるには数分かかりますが、空中に上がればそんなに悪いものじゃないですよ。頑張る。あ、カラムスとアルーラに伝えなきゃ。こっちに走ってくるあの二人のことですか？ニコ！大変。ボートが消えたんだ。え？四角形のせいなの。こっちに向かってきてるみたいだった。それって、もう。カラムスくんでしたね。そうだけど、どのくらい状況は悪いんですか？今すぐ危険ってほどじゃないみたいだけど、それなら君を町に連れていくことを優先した方がいいですね、ニコ。でも二人は、ご希望とあらば後ほど迂回路を通って町へ運ぶことくらいならできますが、町ならまだ四角形に耐えられる構造になっていますし、そちらの方が安全かと。町に連れてってくれるの？ご希望とあらば。やった。よし。1時間後に戻ってくるので、それまで待っててください。本当に大丈夫？うん。四角形ならまだ少しゆっくりだし。わかった、じゃあ、
また後で会おうね。準備できたよ。わかりました。なんとか50分超えは回避できそうだな。ふう、着きました。大丈夫ですか？みー、今まで生きてきてこんな楽しいこと知らなかったよ。ふふ、初めて乗る人の反応はいつ見ても楽しいものです。ねえリリー、本当にすごく楽しかったよ。神様も楽しかった？ミーと一緒に乗ってたわけじゃなかったけど、でも見ることはできたでしょ。それにセドリック。はい、ありがとう。何のお礼ですか？飛んだ。どういたしまして。あとミーの質問にも答えてくれたから。それだけじゃない、ワールドマシンのことももっと教えてくれた。ミーは君たちの世界で起きたことを知ったとき本当に辛かったんだ。だからミーにできることなら何でもする。それにみんな機械だったとしてもこの世界は見っきれいで、空を飛んだり海を見たり、あと素敵な人たちにたくさん会えた。セドリックみたいな。それにプロトタイプもね、今は壊れちゃってるけど。そういう風に言ってもらえると僕も嬉しいです。ニコ、僕も君と出会えてよかったです。まあこんな状況ですが、プロトで思い出した。そろそろ行きますね。あの兄弟を迎えに行かなくては。そうだね、あの二人ずっと待たせちゃってるから。ところで地表に降りる方法を覚えていますか？エレベーターのボタンを修理しなくてはダメなのは覚えてるよ。よし、じゃあそれをお願いします。1時間後にまたここでいいですか？わかった。よし、じゃあちょっと。はっ、そんな二人とも島に。カラムス、アルーラ、嘘だ。あまり時間がありませんね。ニコ、計画変更です。メモリーディスクを渡してください。うん。よく聞いて。僕がまた標的になる可能性があります。だから、君の安全のために二つには分かれましょう。大きな時計の下にあるドアを見てください。その先には地上へとたどり着けるエレベーターが2つあります。地上に着いたらすぐにルエを探して、彼女はその部屋まで連れて行くんです。彼女ならすぐに状況をつかめるでしょう。わかった。でも君はどうするの？僕はプロトタイプを復元します。大丈夫？何ですか？大丈夫なの？心配しないで大丈夫ですから。ルパンか？急に驚かさないでよ。ねえリリー、一緒に頑張ろうね。あ、50分超えちゃった。ベッドは頼むよ、頼むから、動いてくれ。わかった、エレベーターの人だ。ごめんねお兄さん、僕もう休むんだ。先にあの人に声かけようよ。あんたリリー、頼むよ。なんでよりによって今。君か。しまった、まさかデスクワストは。エレベーターにボタンがないんでしょ。なんで知ってるんだ。ミーとリリーが直すのを手伝うよ。マジか。いや本当に助かる。遭難者たちはこれを持ちわびてるのさ。俺のこともな。だが
もうここに何時間もいるのに何一つ解決できやしない。遭難者ってほら、地震のアパートから来たやつらさ。昨日四角形のせいで居住地がめちゃくちゃになったんだ。そう、みんな今はみんなカフェの方にいる。早く地方に連れて行ってあげたいんだがな。地方にある図書館はこういう時に避難用のお社になってるのさ。そうなんだ。なれ、そのアパートで磁石か何か見つけなかったっけ、リリー。ああ、なんて。ああ、ボタンを直すのにまた別の方法を見つけなくちゃダメだね、リリー。うわ、アップね。ミーとリリーで別の道を探さなきゃダメみたいだね。でもこの区域だとエレベーターはこれしかない。何か考えてみる。はい、はい、といったところで今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。お相手はリリーでした。またね。こんにちは、キズナあかりです。今回も最後までご視聴ありがとうございます。それでは今回もメンバー募集の要項を確認していきますね。現在のメンバーはリリー、シン、アニワマンの3人。定員は6人、全員で9人。年齢が19歳以上の方、やる気がある方。個人またはメンバー同士のゲーム実況、音楽関係などジャンルは問いません。少しだけ悩みましたが、シンのように他グループとの掛け持ちもいいことにします。応募はリリーのツイッターのダイレクトメッセージまでお願いします。それではまた次回もゆっくりしていってくださいね。